愛媛県に大雨警報が発表されました。愛媛県に大雨警報です。愛媛県四国中央市の方からいただいているリポートです。おはようございます。ザーザーと雨降りで迎えた朝、今朝は雨降りで涼しくちょうど良い体感ということでいただいています。さあ、そして雨が降っている報告いただいておりましたが、警報が発表されたのは愛媛県の今治市となっています。愛媛県の今治市に大雨警報が発表されました。この時間帯の強まりなど注意が必要です。そして気になる今後の雨雲の予想についてはお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけます。前線通過時雨が強まります。下の現在をタップしながら右に進めていくと、5分ごとの1時間先の予想、3時間先まではどなたでもご覧いただけます。この先特に朝のうち通勤時の大雨、激しい雨などには十分にお気をつけください。お天気アプリウェザーニュースの方でもこの後もご確認ください。